おお、すでに使った入れてる。使う。使った。レディオブザベルトンの戦闘力読んでる。35,000。5万53万。こんにちは。こんにちは。今日内田さんが来てます。はい。内田ゴッド。内田ゴッドです。ゴッド内田。サイバーパンクとかライブ漫画ペイント、漫画ライブペイントやってくれてますね。この前あの、はい、男性のキャラクターデザインはしましたが、はい、今回は女性サイバーパンクキャラクター。書きましょうか。何が変わるのかな。何が変わるんですか。何が変わるのかな。まあ衣装も、衣装もちょっと女性らしく、女性らしくやってみます。で今日はどっちの T シャツですか。内田さんが出してる商品がいっぱいあるんだけど、今日は変態舞台今日は変態 T シャツと言います。変態素晴らしい。ちょっと待ってください。箱、あこの前あのひろえさんが作ってくれました箱まあバストアップくらいじゃないと ね、その衣装が見えなくなっちゃうし、そうそうそう、ちょっと小さめというか、こっちの方がいいのか、そう縦の方がいいかも。アイディアとして、内田さんの絵は今ないですよ。見えないんだけどなんとなくヘルメットからチューブが出ているものとかパクリパクリですよ。あとはボンバージャケットなのか、あと、あ女性だった、忘れた、女性ですよ、全然考えてなかった一番大事なところです、全く忘れました。ちょっと忘れちゃうから一応ここにブーツをこれその雨の日レインブーツベルト絶対いっぱいある。これスタイルが違うのか。いやでもそう、なんかそういう感じいいと思います。ベルトかっこいいので、あねえ、まあ、色っぽさとかこういう、やっぱそう女性ちょっとこういうラインが男性の服より少し下に来るとか、な何が入れたらサイバーになる、サイバーになる、まあ、私のイメージは中古っぽさの、まあ、テクノロジー、あーそう分かる、そうそう、なんかそう配線とかチューブとか、あはもう使う、じゃあアナログテクノロジーが入った方がいいか。難しい、書けない、そうデッサンみたい。ヒールにしようかな、うん、ヒールがいいですよ。ちょっと上手に後ろの足かけなかった、手前がどうにかなってれば大丈夫です。なるほど、漫画の漫画の大事な技術大事な技術ごまかし、後ろのものがかけなかったら手前にすごいものが、そう手前を目立たせば後ろはもう大丈夫。じゃあ爆発、これくらい煙が後ろに影になるのでね、 黒くても全然あ大丈夫っていう感じ手前がちゃんとしてれば大丈夫。髪型が全然思いつかない、全然思いつかない、ロングキャップ、あでもなんかね帽子とか被るのもかっこいい、おそれをなんかちょっと SF っぽく、おちょっと詳しくないけど、うん、ベレー、あーかわいい、いやそれ長い、違う消しゴムがない、消しゴムがない、ノー修正でいきましょう、ノー修正、ノー修正、もう書き始めたんだけど本当はあんまり何も決まってない、まあ、よくあります私も、うん、その上にジャケット、こういう襟だったら髪はどうなるか、結局ロングになるかも、あそれ逆にショートの方が良くないですか、あそうなんだ、書いてみようこれノー修正、ノー修正、ノー修正、ちょっと怖い、なんとなくなんかジャケットの下に PVC みたいな、はい、キャットウォーマンみたいな、おおぴったりした、そうちょっとマトリックスのトリニティみたいなイメージしかない、しかないしかないしかないにしたいっていうよりもしかない、しかない、ね、ここにブーツ、あそうか、PVC の上にこういうブーツがいいか、あ、あり、おお、そっちがかわいい、でもノー修正だからこれはどうしようもないこの辺がどんなシワになるのか全然想像できない、で PVC だからちょっとここにハイライト、あ入るのかな、うん、でも今の感じでその古さがあまり感じない、そうですね、まだこれサイバーですね、うん、だからよく内田さんが書いてるものを真似してPCB の、おでもサイバーっぽい、本当に何を書いてるか全然考えてない適当に、いやいい、思いついたらいいんですよ、それでそれでいいんですよ、もう
サイバーパンクっていうよりも80年代だね。80、90、90。バブル。バブル。ジュリアナとか踊ってそうだな。ジュリアナ。ジュリアナ。お店？そのバブル時代に流行ったディスコみたいな。おお。こういう人たち、これはわかんないけど、こういう派手な格好、こういう肩の形。そう。チューブ。登場なんでそこからあすごい未来っぽいサイバーあーじゃあパンクだ出ないんだサイバーノーパンクうちださんコツいろんなところに影を入れるベルトタイム上手にキャラクターデザインできなかったらベルト入れる誰の教えですかでイオリ感出しましょうやばみそうイオリここから KOF ベルトどこにここ、動きにくいここから多分上がらないですよ大丈夫この左手はあの上がらないから大丈夫いつもスタイルはこうやってんの右手だけこうやってなんあれみたい CA っぽいな CA っぽいなんだぽい帽子だから帽子と多分ポーズかなあーなんかこういうなんかあ全然パンクじゃないベルト本当にベルト以外アイデアがないっていうかベルトの書き方もおかしいねもはやベルトあんまりベルトに見えないベルトとは最後にボタンいろんなイメージと違うのかほらサイバーになったそういう計算機ボタンねそういうボタン、ね、そういうボタンねはい完成です名前つけましょう。あ、あるんですね。Lady of the Belt。意味ない、特に。文法的にも合ってない。よし、お願いします。お願いします。この人は戦いで、うちらのデザフェスキャラクターのチューブと戦うためにベルトを伸ばせる。あ、じゃあこいつと戦うんですね。うんうん。じゃあ今回は内田さんはどんなキャラクター作るんですかね。どんなキャラクターとりあえず女性の、うん、ポーズどうしようかな、ね、ポーズにせようかちょっとあんまり書くの考えてないけどうんさすがに内田さんが早い早いあでも手が入んなかった逆にしよう煽りでかっこよくかっこよい感じにしたいでもし女の人あんまり描かないのでちょっとどうしよう大丈夫困ったらベルト増やせば困ったらベルト増やせばいいらしいので、うん、ファッション業界はあのそれは基本ですそれは基本なんですかおすでにスカウター入れてるスカウターなるほどレディオブザベルトの戦闘力読むんだいやスカウターというよりヘッドホンみたいないやそれは絶対スカウター絶対スカウターなんですか、うん、戦闘力読んでる私の戦闘力なんだっけ3万5千5万50 53万ここ笑ってるんですね何がここは笑ってますねそうね正直私笑ってる女の人以外あんまり書いてない。そうなんです、ね。必ず笑ってる顔になっちゃう。怒った顔。怒った顔あんまり見たくないから。見たくないから。なるほどね。いつも怒られてるから。いつも怒られてる。現実と近すぎて。ああ、ちょっと。おお、絆創膏。ベルトです。ベルト。顔にベルト。顔にベルトです。そのベルトを外したら。その何顔がなんか下がるっていうか止めてるんですかこれ止めてる可能性がっていうあの小学校の頃にみんな読まなきゃいけない話はあった、はい、その多分女の子がベルトを取ったら自分の頭がええ怖っえそうそうそう授業で授業そうそうそう本当になんで小学校にそんな話読ませてるのかそう怖い怖かった怖いですよね単純な話でその女の子になんで首にベルトあるんですか、うんうん、秘密で一回ベルトを外したら、うん、頭がポロってそうそれ
怖い、怖い話じゃないの。怖い授業で、そう小学校、なんでなんでそんな話読ませてんだ。怖い、何をそこで学べばいいの。そうそうそう、何の勉強にもなってない。何を学ばせたかったんだ、うん、謎。おお、服がサイバー、サイバー、まだサイバーじゃないけど。おお、いいね。なんかジャケットの素材のなんか厚みが出る。なんか私のジャケットがなんかすごい紙でできてるみたいベルトを多用していこうかなって。おお、ここベルトです。ベルトで、ああ、止まっているみたいな。あ、おしゃれ、おしゃれ、あ、おしゃれ。もそういう風にベルト入れるんだ。入れるのも面白い、いいね、面白いかなって。なんとなく思います。なんかバックトゥザフューチャー思い出す。え、そういうあのベルトじゃなかったけど、その長いジャケットはどんな人に着れるためにいろんなチューブみたいに調整できた。へ、ジャケットはバックトゥザフューチャー2にあった。あ、2か。サイバーパンクなのか、これは分からなくなっていいだろう。その時に何すればいいか。ベルトを出せばいいベルトに、その通り、とらわれてしまう。ようこそドキドキの、チュートリアル、かっこよくコツ、ベルト増やせばっていうか、私普通にジーンズなのにベルトつけてない。つけなくても大丈夫なら、まあ、太ってるから大丈夫。太くないです絶対違うんだよやっぱいいです、ロングコートいいですよねベルト、ベルト、なるほどそういう風につければよかった。なんかこういうねよくわかんないけど、でも最近流行っ、ベルトじゃないですけど、こうテープっていうんですか、流行ってますよね。テープ、こういうビヨーンってついてる服に、そういう布のなんかこういう、っていうか内田さんが最近出してるパーカー、なんかフードのところに、はい、あ、そうそう、あれ、あれです。ほら、ベルトが取られた。ほら、ベルト。ベルト。This is the 内田パーカー。素晴らしいもの。素晴らしい。さすがにベルトがついてました。ちょっと左側が見づらくなる。見づらく。流行ってんですよね。うん、私のアイデアでした。え？で、後ろにスニーカーの絵が描いてあります。かっこいい。ぜひお買い求めください。ベルトと同時に。ベルトと同時に。ベルト買いましょう。なんかズボン入ってるっていうよりもなんかパソコンの中の世界に入って、あ、そう、なんか自然になんか肌がズボンになってるような、ようなイメージバーチャル、バーチャル的な、あえて、なるほど、あえてそうしました。かっこいい。帽子どうしようかな。お、ロシアっぽい、なんか大きくて丸いやつとか、うん、かわいい。あ、ファッションが好き人はいつも困る。どうやって帽子とかっこいいヘッドホンを着る、うん、あ、ぶーん、そう同時に、そう、帽子かぶりたいのにヘッドホン、ヘッドホンが邪魔みたいな。私も今ちょっとこ困ったもん今あ、困った、困った、あ、ここ困った時は、ここ困った時はどうすればいいですか。ベルトをベルトベルトを、絶対ベルトで救える救えるって救えないです。大丈夫、ベルトがあれば、ベルトがあれば何でもできる。全然何でもできる。ベルトすごい。海賊みたい。いいね。海賊っぽくなったの。確かにその海賊のその帽子のせいで、あ、そうですね、そう。長いジャケットも着てたんだね。そうそうそう、サイバー
ファンクパイレーツみたいな。いいね。自然に新しいジャンル、ウジダゴッドは作りました。じゃあそういうことでパイレーツにしよう。パイレーツ。パイレーツ。いいんじゃないですか。こんなんで。素晴らしい。ありがとうございます。ありがとうございます。ちょっと。負けた。負け。よし、比較しましょう。比較しましょう。やりたくないけど。いや比較的に。もう こことかですよね。丸い感じでつける。生地と硬いものを混ぜるのと、うんうん。好きですね、そういうの。はい。漫画ライブペインターの内田慎之介です。動画見てくれてありがとうございました。これ新しいんですけど、ショートパーカーですね、フードがついた。とインターネット通販をしております、エッツィというサイトがありまして、とインスタグラムの私のトップページから、飛ぶことができます。での世界各国発送できますので、ぜひ気に入ったものがあれば、あと服 と漫画とイラスト本も売ってます。で買ってくださった方には全員ポストカードをおまけでつけてて、裏にあのメッセージとかの直筆で皆さんにメッセージを書いているのも同封してますので、ぜひね買ってみてください。よろしくお願いします。でまたドキドキドローイングさんのチャンネルとかにも読んでもらえたら嬉しいなと思いますので、その際は見てください。ありがとうございました。